はい、それでは今日奥越のトリオに来てもらいました。右から吉村選手、サイドハーフですね。真ん中木戸口哲也選手、センターバック無失点の記録を戦っています。そして最後にフォワード出村雄二選手、影の立役者ですね。それでは今日この3選手に質問していきたいと思います、それでは右の吉村選手から。今季優勝したわけですが、自分の記憶に残るプレー、そして修羅場だったプレー、じゃあ修羅場だったチームのその試合、一つずつ挙げていただけますか。そうですね、全てがやっぱりうちのチームが上手いチームではないので、みんなが一丸となってやったチームのプレーとして全てが修羅場だったんですね。ありがとうございます。次に木戸口選手、今シーズンは本当に楽な試合があった嬉しい試合ばっかりな感じがします。本当楽に試合展開運びたいですけど、なかなかうまくいきません。チャレンジリングも頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。次に出村選手、お願いします。渋いユニフォーム着てますね出村選手。攻撃リーグ一発目のパナソニック戦ですかね。なるほど、なるほど、みんな頑張ってくれたんでよかったと思います。はい、ありがとうございます。次に、センターバックの木戸内選手、お聞きしたいんですけども、ディフェンスライン、途中でキャプテンの宇野選手、負傷退場されましたね、その後のチームのディフェンスラインの統率という面で、どうでしたかね。そうですね、なかなか修正するのは大変でしたね。どうしようかな、考えるよりも行動でしました方が早いと思ったので、なんとか3対3の引き分けに優勝できたんで結果的に良かったかな。大変でした。この辺については同級生の吉村選手、いかがですかね。あ、僕ですキャプテンとしてね、いろいろチームを引っ張ってきてくれて、やっぱその核が抜けた、気持ちの核が抜けたっていうのはチーム的にもちょっとへこんだところはあると思うんですけど、そこをみんなでカバーを向き合えて、結局やっぱ優勝できたっていうのが一番チームとしてもみんなが喜べるところだと思いますね。すいません、出村選手最終節で無念の負傷何が原因だと思われますか。アップ不足ですね、完全にアップ不足。しかし出村選手入ってこられたのは後半ですよねアップする時間十分あったと思われるんですけども、そのあたりはどう思われてますかね。まあね、アップで抜いて今アップで抜かずにいってまあ早く直しますそれでは今シーズンはこの後、北進出へ目指してチャレンジリーグは控えてますけれども、お一方ずつ今の意気込みをお聞かせください。と自分の課題をですね、一つお願いします。もうチーム一丸となって目指していきたいと思います。自分の課題を一つ、課題としては体力だけをもうちょっと上げたいかなと。体力だけですね。本当にだけですね。その面でお酒も控えるんですか。お酒
けは抑えないですけど木戸口選手、全勝する気持ちで上を目指して頑張りたいと思います。課題ですか？ご自身の課題を一つ。そうですね、統率力をもっと上げたい。あ、手前選手結構燃えるよ。シーズリーグ小学わかんやろ、まだ夏やったっけ。俺そこ出てくるのどうすんねん。課題、まあ、これは笑顔直します。以上です。多分はい、お疲れ様でした。お三方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。声の声のがでかい。